そうですね、まあ、あの隔離期間が明けてあのしっかりと体も追い込んでですね、あの今週末に向けて調整したので準備は万端です。個々の能力がすごい強いイメージっていうのがあって、まあ、やっぱどのポジションもですね、あの気を抜けないような選手が揃ってるなっていう印象です。そうですね、あの当然あの茨城ロボッツとしてあの必死に頑張るんですが、まあ、広島のブースターの皆さんにもですね、こんだけ成長したよっていう部分と、変わってないよっていう部分をですね、あの両方見せれればなと思って気合入ってます。当然コートに立った時に、まあ、シュートを少しでも多く決める、ディフェンスを1本でも多く止めるっていうことを意識してやっていきたいですし、まあ、もちろんあのベンチからもですね、いつも通り変わらずですね、あのどんちゃん騒ぎしていきたいと思うので、はいはい。コロナの状況でですね、いろんな試合がキャンセルになったりとか、そういう中でですね、あのこうやって開催できることすごくありがたく思ってます。まあ、皆さんのおかげでですね、あの僕たちがしっかりとプレーできるということを改めてかみしめてですね、共に一緒にですね、あの明日も戦いましょう。